よろしくお願いします,しますじゃあこれからはですね、はい、島田のおっさんに、あのー、動画についたコメントをねちょっと回答していただこうかなと思いましてあ,あ本当ですか、うん、質問が来ました結構ね質問来て、うん、いただいてるんですよああ嬉しいありがとうございますちょっと今回ね読みますね、はい、とうとうとうさん 教えてくださいまし、はい、という、ね、やつでですね <laughs> 実家ご実家が、ね、一軒家らしいんですよ。そこでやってたように同じ洗剤と柔軟剤と漂白剤、ね、同量で使用していると、はい、で洗濯物を干している最中も取り込んだ後も柔軟剤の香りでうっとりできると、えー、なんだけど自宅、マンションだと柔軟剤の香りが全くしない。え <laughs> 実家は一軒家だし、宝塚の地域ですね。宝塚、はいはい。はい。関西の。で、あの、フッ素が豊富な水だから、水の水質の話もあるかもしれないですね。自宅は南大阪。マンションやからかな。うん、で、ここで急に大阪弁な感じが出てきました。あ<ー> <laughs> <laughs> まあ、一番の違いは主人の汗だく衣類なのよね、と。<laughs> という質問をいただきましたありがとうございます。ありがとうございます。 これをねちょっと島田のおっさんに聞いてみようかっ確かに気になる同じように洗剤とかでやってるのに柔軟剤の香りはしなくなるとうんこれ同じ時期ってことなんですかね自分が幼少期実家にいる時にはそういった形のクリーニングうっとりできたでも自分がいざ結婚して旦那さんのものと一緒に洗い始めたら柔軟剤の香りしねえなみたいな可能性ありますねはい あのまあ、この質問の中でやっぱいくつか気になったところがありまして、うんはい、まず一つが洗濯機の違いって何あるんじゃないのかなと思うんですよね。僕が大好きな二層式、うんはい、からこう順繰りになってきてこういう試式の洗濯機、うん、で今はねこういうドラム式になってきたり機械がどんどん進化してきていると。うんで 家で洗ってる時の洗濯機と今使ってる洗濯機の違いはあるのかなっていうのは一つ気になります。なるほど。というのも使う水の量がだいぶ変わってきてるんですね。はあ、なるほどものによって。物によって。はい、例えばその洗剤の量もそうなんですけれども、うんうん、最近だとやっぱりそのエコの観点から、うん、節水型 って形で水の量をどんどん減らしてるんですねあのー、ドラム型のやつ,のやつね見るとそれをすごく歌ってますもんね、はい、歌ってるんです、うん、水をいかに使わないかっていうのが、うん、そのマシンの性能の良さみたいな感じで、うん、であのー、今だと機械が勝手に水の量を測ってくれるんですよねあそうですね僕水の量はあんまり調整したことないですもん、はい、もうメニューだけ決めてですよね、うん、だからボタンをスタートと押すと機械がグーグーグー,グー これは二十何リットルですよっていう形でやります、やります、僕、それです、はそうで、洗剤の量とかも、その水の量、機械が張った水量に対して、何リットルだと、洗剤これだけですよ、これだけですよみたいな形で測られてるんですよね。 だその意味では水の量っていうのがその実家の時と自分の時とっていうのは若干違うんじゃないのかなと思うんですよね。なるほどねっていうのも主に水の量、うん、主に水の量の違いじゃないのかなっていうその機械が進化っていうかそのよく性能が良くなりすぎて、うん、本当は30リットルないと、うんうん、よりこう 効果的にすすぎだとか、うん、そういった柔軟剤を入れる時のこういうまんべんなくいくっていう時の水の量がいかない、うん、節水量でやっちゃう可能性はあるんですよね、うん、ギリギリのところ。なるほどでまして最近だとやっぱその1回すすぎ、うん、っていうマシン設定とかもあったりするのですすぎが不十分だと、うんあのー、前の回南海メーカーの時に傍城が。 生乾きってて話したね、うん、あれはそのすすぎが不十分じゃないのかな自分はお答えしたんですが、はい、そのすすぎがしっかり行われないと、うん、洗剤残りが起こったりだとかその汚れの再付着再汚染、えっと、服に残ったまんま脱水されてしまう。うでその上に こう柔軟剤が乗っかろうとしても乗っからなかったりだとかと、うん、いうことが起こったりする、うん、だから意外と水の量っていうのはすごく重要なんですよねうんあとはやっぱ機械ですねまあ確かに一軒家に置いてるでっかいのと、はい、マンションに置くコンパクトタイプって違いますもんねうん、うん、だその意味ではあのー、水の量を実 一回確かめていただいて実家だと水がどれぐらいの量使われてたんだろうなっていう,うなるほどねはいじゃあ水がちそんなに多くなくても匂いがつくようなそういう洗剤を選択するとかそういったこともできるということですかそうで,す、ね、でも逆に香りが強すぎて結城さんとかうっ,ってなっちゃうかもしれませんもんね僕はね結構香りに敏感なタイプなんでうん,うん あとはその、まあ、水の量を測るための洗濯物の量、うん、これもね、あのー、若干違ってるかもしれませんし何、うん、ですかねその服って言ってもやっぱ服もこう時代とともにいろいろ変わってきていて、うん、そういった柔軟剤がつきやすい繊維もあれば、うん、その昔であれば天然繊維綿だとか、うん、えっと まあ、ポリエステルでも結構その柔軟剤がつきやすいポリエステルだとか、うん、あのそういった加工品がしっかりとこう吸着できるような素材だったりするんですが、うん、最近はそのドライ肌着とかでもドライなんとかとかこう結構こう通気性が良かったり撥水、はい、性が良かったりするじゃないですか、はいはい、そうするとそういった加工のものもつきづらかったりもするので。うんまあ、そういった 今と昔でも繊維の質が違ったりだとかっていう違いは出てきてるとは思うんですよね。うん、なるほど。で洗濯物の量が多いと、うん、水の量もより必要になるだとか。なるほど。まあどこ旦那さんの匂いはあんまり関係ない <laughs> <laughs> でも旦那さんの,その洗濯物の量が多い可能性はありますよね。そうですね。おっしゃっているように。量をちょっと調整はい 旦那さんの代わりによって、うんね、その柔軟剤の匂いが阻害されてるってことはないと思うのであいつの匂いは柔軟剤を量がそろないことではないそれはあの結構おさんとしては悲しいですよね、うん、<laughs> なるほどのあの、まあ、若干水の量を増やしていただいて、うん、で柔軟剤の量も同量だから今と昔の,その洗剤がやっぱり変わってきてるので、うん 同量でいいっていうことではなくなってきてる、うん、あの昔に比べて洗剤量とてどんどん少なくなってきてるんですよ、ね、機械のに合わせて量は調整するって考えた方がいいってことですね、はい、でそうですね、うん、だその意味ではご実家でやられていたその適切なその配分っていうのは、うん、その機械に合わせた適量だったんですよね、うん、なるほどでそので時に出てた洗剤の適量、うん、今だと例えばその ジェルタタイイププっって言って言ありますこれ1個入れればいいみたいな感じ、うん、ありますね。うん、あれも分量測れないじゃないですかそうですね <laughs> みたいな感じで、うん、その洗剤の濃さとか量だとか、うん、その洗剤に含まれているその香りをあとそのんですか生乾き臭を抑えるとかっていう洗剤も出てますそうすると柔軟剤とかの効果を抑えるっていうこともしている可能性もあるのでなるほど洗剤と 柔軟剤が喧嘩しちゃっっててるることはなほど例えば僕花王が大好きなんですよああ王ね花はいはいはい花の王花の王ねキングオブフラワーはいだから花王の柔軟剤使いたいから花王の洗剤使いたいんですよだけどうちの奥さんはライオンの洗剤買ってくるんですよはあなるほどフラワー vs ライオンライオン結局その各会社自分の洗剤における 適切な柔軟剤を作ってるんですねなるほどねあ、じゃあメーカーは合わせた方がいいんだメーカー合わせた方がいいです、<ー>はい、この洗剤にこの柔軟剤使ってもちゃんとこっちが効果を発揮するような感じで洗剤とかもいろいろ工夫してるし柔軟剤も工夫してるはずなんですよ、なるほどね自社製品でこうやって買う、それを<ー>ボ,ボールドと違う,柔違うメーカーの柔軟剤とかってやっちゃうと、これ、多分ぶこう喧嘩しちゃうんですよね。うんうん そういったそのメーカーの掛け合わせの仕方、うん、洗剤と柔軟剤の掛け合わせの仕方なんかも工夫してみると、うん、その実家の味、うん、実家の味じゃないのか実家の洗濯の香りを、うん、まあ再現というか、うん、同じようにその柔軟剤の香りでうっとりできるような形まで持っていけるんじゃないのかなとなるほどねいましたねあるすが<石> <laughs> こんな感じでね、はい、島田のおっさんにこういろいろ聞いてみまして、はい、それをね、こういう風にこう答えで動画に今後もね、していきたいと思いますので、はい、もしよかったらね、コメントとかしてみてくださいはい、お願いします。お待ちしてますお願いしますというわけで、おっさんチャンネルでしたさようなら最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたしますそれではまたお会いいたしましょう